君は時の涙を見る。はい、コズノモシメ部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう目の前にありますけれども、はい、こちら外箱になります。こちらを開封すると、はい、ちゃんとね、はい、出ました。メタルビルドからケンプファー、あのビニールかぶさってるんですけれども、もともとあれって外箱、輸送箱から取り出したらビニールでしたっけ。薄紙だったような気がするんですけれどもね、うん、まあいっか、とりあえずこれを剥がしちゃいます。はい、ビニールから取り出しました。こちらは機動戦士ガンダム0080-0018 ですね。そちらのポケットの中の戦争に出てくるモビルスーツケンプファ、これがねついに手元に届きました。これね、プレ版で受注開始と同時にね、速攻で完売したっていうね。しかも2次受注したのに、2次受注も即完売、うん、そのぐらいの人気のあるシリーズでモビルスーツになります。はい、とりあえずね、箱を回転させてみたいと思います。はい、回転させました。では早速ね、中のブリスター等を見ていきましょう。はい、とりあえずね、取り出しました。一つ目のブリスター、はい、こちらは主にね、武装ですね。はい、武装が入ってます。結構な物量ですね、うん。まあ、これもね、一つ一つ手に取って紹介していきたいと思います。で、もう一つは、はい、台座ですね。はい、はい、で、こちらが本体ですね。はい、こんな感じでくるまれてます。はい、では早速本体等を取り出してね、見ていきましょうか。とりあえず台座ですね。はい、台座はもうこれ格納庫とかのアスファルトをイメージしてるのかな、うん、そこで戦闘とかしてたもんね、作中では、うん、こういう横断歩道とかね。で、支柱なんですが、このクリアパーツの支柱が2つで、メインとなる支柱が、まあ、大小合わせて3つですね。はい、続いては武器ですね。はい、こちらまずね、ヒートホーク、持ち手が短いやつですね。はい、そして持ち手が長いヒートホーク。はい、で、続いて、はい、こちらショットガンですね。こちらが2丁。はい、こんな感じですね、うん、はい、続いてアンテナですね。はい、こちらが2つあるんですけれども、1つは固定用のやつですね。で、もう1つが可動、ここにね、うん、折りたたむような感じのデザインが入ってますね。こんな感じで折りたためますね。はい、続いてビームサーベルですね。ビームサーベルの絵とビームの方ですね。次がこちら。はい、これはね、ケンプファーのね、特徴的な武器の一つじゃないでしょうか。シュツルムファウストですね。うん、噛みそうになるけどね。続いてが、はい、こちらもケンプファーの特徴的な武器の一つ、ジャイアントバズ。はい、こちらが2丁。はい、そのね、バズーカを固定するアームですね。これが金属ですね。重いです。何気にちょっと重量がありますね、うん、超合金みたいな感じ。続いてがめちゃくちゃね、特徴的とも言えるんじゃないでしょうか。はい、チェーンマインですね。はい、ケンプファーの特徴的な武器の多分筆頭と言えるんじゃないですかね。チェーンマイン、持ち手がここでね、はい、もう一つ一つが爆弾ですよね。こうモビルスーツに当ててバン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 っていうね、はい、そういう兵器ですね。はい、まだ続きがあったというね。チェーンマインのこれが先端です。はい、さっきのに
さらに取り付ける感じですね。めちゃくちゃ長いな。はい、あとはね持ち手ですね。持ち手がそれぞれあって、あとは固定するね補助パーツ等ですね。はい、こんな感じ。はい、いよいよ本体です。こちらバン出た。かっこいいなこれ。薄紙がちょっと間に挟まってるね、うん、うわこれかっこいい。めっちゃかっこいい。ケンプファーってね、敵のモビルスーツの中でもねめちゃくちゃかっこいい部類だと思うんだよね。いやこれすごいな。よーく見るとね、青は青でも塗り分けられてるんだよね。腕のこの部分とここの部分の青の色がまず違うもんね、うん、微妙にね色が変えてあるんですよね、うん、それによって情報量が足されてる感じだね。で肩のこのスパイク、うん、すごいね。でこの中に覗くね、うん、バーニア部分ですかね。でここのねショルダーのところのこの金属が覗いてる感じ、武骨でいいね。かっこいい。足のねこの造形もすごいね、うん、裏側もねメカメカしい感じですよね。背面、いや背面もねもう見た感じケンプファーって感じの背面。このバーニアがねすごい多く取り付けられてるんだよね。ケンプファーはもう推進力をね最大限出してる感じ。いやすっごい。これここもね稼働するね、うん、これも動きますね。これも開くんだ。なるほど、うん、で頭部はね上を向くにあたってねここをね上げるらしいですね。ここですね、はい、で上をこう向かすと、はい、そうすることで干渉を防げるらしいですね、うん、本体との腕もね結構そこまでがっつり硬くもなくちょうどいい加減の硬さですね、うん、かっこいい。とりあえず私はねそこまでプンドドしないんで、はい、まあもうそこでポーズをつけて飾る派なんでね、はい、とりあえず武装を全装備してポージング決めて台座に乗せたいと思います。はい、完成しました。いやなんだかんだねポージングつけるのに30分取り付けすんのに30分、計1時間かかりましたねいやあのねポージングを決めてるんですが、とにかくねこのチェーンマインラックがね結構手こずりましたね。取り付け方が説明書を見てやったんですけれども、とにかくここの爪を上に上げて、で下の爪を開いて、でアジの開きみたいにして、でそっからチェーンマインを、まあチェーンマイン自体のここの部分がワイヤーになってるんで折り曲げることができるんですけれども、それをこうやってグイッて曲げて、でさらに折りたたんで反対側からこうまた折りぐるっと取り付けるっていうねでパチンっていう閉じるっていう、結構ねめんどくさかったはい、で一応ねまあ説明書を見ながらいろいろやったんですが、なので必要最低限の装備とかしか
してないです。自分がかっこいいと思うようなね、うん、ポージングで飾るのに必要最低限な装備しか取り付けてませんということでね、まあ、このね説明書自体のこのポージングめちゃくちゃかっこいいんですけれどもね、うん、まあ、このそのまんまだとあれなんでね。で飛行形態で飾ることもできるんですよ、うん、これ結構賛否両論あったんですが、これよく見てください。バランスをとってディスプレイしてください。長時間のディスプレイはお避けください。ディスプレイ不向きやないかい。飛行形態で飾れないやないかいっていうね。いやいや、まあ工夫とかすればいいんでしょうけどね、うん、ここのね胸あたりになんかね、うん、透明のアクリルのなんかで押さえるとかね、そういうことすればいいと思うんですけれどもね、うん、説明書でね長時間のディスプレイはやめてくださいみたいな感じでね。しかもこのチェーンマインラックもそうなんですよ。長時間のディスプレイをお避けください。まあ、多分ねもうこれを見てわかる通りね、1点でしか支えてないんですよ。で結構な重量があるんで、まあ、確かにへたれて落ちることはあると思うんですよね、うん、結構このケンプファーはデリケートだね。とりあえず自分がねかっこいいと思うようなちょっとした躍動感のあるポージングで飾ってみました、はい、とりあえずこの状態でね背景を綺麗なものにして回転させてお別れしていきたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。またねこちらのディスプレイにもある通りね美少女フィギュアとかもね紹介してますんで概要欄から飛んでみてください。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。